ドイツで推定1300人の安否不明、欧州4カ国で大規模な洪水被害。ベルリン、CNN、欧州西部を襲った豪雨の影響で鉄砲水が発生し、ドイツのラインラント、プファルツ州で約1300人が安否不明になっている。大規模な洪水による欧州の死者は少なくとも55人に上り、各地で大規模な捜索救助活動が行われているが、犠牲者の数はさらに増える可能性もある。ドイツでは西部や南部で集落が完全に水に浸かった地域もあり、警察は15日、建物が倒壊したり、住民が取り残されたりする被害が出ていることを明らかにした。ドイツでは49人、ベルギーでは6人が死亡。ルクセンブルクやオランダでも被害が出ている。ドイツで特に大きな被害が出ているラインラント、プファルツ州では、アールバイラー地域で推定1300人が行方不明になっている。同国で最も人口の多いノルトライン、ウェストファーレン州では30人が遺体で発見された。洪水による負傷者は少なくとも50人に上る。行方不明者の数は分かっていない。ラインラント、プファルツ州では少なくとも19人の死亡が確認された。警察によると、死者の数はさらに増える見通し。CNN 提携局 RTBF の15日の報道によると、隣国ベルギーでは南部のワロン地域で少なくとも6人が洪水のために死亡した。同地域はドイツのノルトライン、ウェストファーレン州と国境を接している。ベルギーの国鉄インフラベルは15日、洪水のために南部のフランス5県で運行を停止していると発表した。イタリア市民保護当局は、ワロン地域への捜索隊と車両の派遣を開始したと発表した。ベルギーのフィリップ国王は、大規模な洪水で被災したリエージュの省フォンテーヌを訪問。カメラを前にあまりの惨事に心を痛めていると語った。フランス市民保護当局の救助隊もベルギーのリエージュに到着し、捜索救助活動の支援に当たる。欧州連合、EU の欧州委員会は15日、ベルギーの被災地を支援するため緊急対応に乗り出すと表明。欧州理事会のシャルル・ミシェル議長は同日、ツイッターで、大規模な洪水に見舞われたベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ドイツに対する EU の支援を約束した。英国のボリス・ジョンソン首相も救助と復興の取り組みに必要な支援を提供する用意があるとツイートした。NTV ニュースによると、ドイツの産業輸送を担う最大の河川、ライン川の輸送もストップしている。ドイツ気象庁によると、最悪の集中豪雨は過ぎ去ったものの、同国南西部のライン川上流では15から16日にかけて再び大雨が予想されている。オランダのマーストリヒト市は、マース川水位が急激に上昇しているとして、流域の住民に対してできるだけ早く自宅から避難するよう呼びかけた。CNN ニュース記事より引用。日本でも毎年のように大雨や台風による、河川の氾濫や土砂崩れによる被害が多発しています。アメリカ西部では異常な気温上昇やダムが干上がる被害も起こっており、地球の気象変化は近年大きな問題となっております。先日の熱海の土石流災害は、盛り土と呼ばれる土に産業廃棄物が混入していたり、予定より高く積まれた土が麓に流れ出て大きな被害を出しました。SDGs とは一体どこのゴールを目指しているのでしょうか。持続可能で全ての生き物や自然が共生することが目的のはずです。自然環境の保護なくしてこの大きな目標達成への道はありえません。自然と向き合ってその対策を立てて共存していくしかありません。地球温暖化やゴミが出す環境への悪影響、CO2 排出量の少ない原子力エネルギーの負の部分の環境汚染の浄化方法の確立などを、微生物と酵素と宇宙からのエントロピーで解決できると、EMBC 複合発光バイオ工学者の高島博士は断言しています。未知なる微生物の生態系には科学的には証明できない奇跡的な力があると博士は言います。その奇跡の力こそ人類が直面している状況の解決の糸口になると実証実験を続けて日々研究をしています。実験は 100% 成功しているのですが、その奇跡的な微生物の働きは全てが解明されているわけではありません。各物質やおで、
その他の産業廃棄物をもウィンウィンの関係にできる状態へと変化させる科学こそ、地球の環境問題を大きく改善させていくためには必要不可欠の科学であると言えます。EMBC 複合発光バイオ工学の第一人者である高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を、共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに、生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。